月島花葉です。小学4年生です。こういうところを見てほしいです。お願いします。月島花葉さん、演技ができて嬉しかった。アクセルもいつもは失敗してたけど今日は決めて嬉しかったです。使ってたので私も川井真奈選手みたいになってる感じがしました。オリンピックに出て金メダルを取って日本に持ち帰りたいです。